私がみんなの力になれるのなら粉骨最新の覚悟で臨みます。よし、気合い入ってきたぞ。菊池誠ここにありって一日にしてみせますね。これは奇遇だね。そこにいるのは高木のところの音ボケプロデューサーじゃないか。ふんふん、今日も冴えないユニットを引き連れ無駄に歩き回り時間を無駄にしているのか、ご苦労だな。ま、君らのようなしけた事務所のユニットは足を棒にするしか策がないのだろうね。私と君たちの仕事を同列で語るのはやめてくれないか。あまりに次元が違うのだからね。それに私はセレブだ。君たちのようにあくせく仕事などしないよ。今日ここに来たのも観光のため。ウィ、北東エリアは今一年で最も美しい季節を迎えている。その美しさを味わうことなく仕事に忙殺されるなど愚か者のすることだ。アイドルアカデミー大賞ね。君、分かっているのか。ファンの支持を集めるにはまず実力が必要だ。今の君のユニットにはその最低限の前提条件が欠けているのだよ。いくら全国を駆けずり回ってもアイドルアカデミー大賞など夢のまた夢、大賞の幻すら見ることはできないだろうね。ま、信じるのは勝手だ。せいぜい盲信していたまえ。私には関係ない。さて、そろそろ失礼しよう。私は常に人に求められる身。こんなところで油を売っている暇はない。うるさい。君と違って私は計画的に行動するのでスケジュールがいっぱいなだけだ。今日はこれからセレブとしてテレビ局のオーディションを見学した後、ライブハウスを回る予定だ。もちろん繁華街で通行人をチェックするのも忘れてはいないぞ。セレブとしてな。な、何よバカな。セレブは仕事などしない。私が観光と言ったら観光なのだ。分かったか。では本当にここで失礼するよ。アデュー。
クルラビッツ月夜の晩にお餅をついてく。あ、お疲れ様ですプロデューサー。別に歌詞に問題はないのですが、ただやはり難しいですミュージカル。かもしれません。まだまだ技術も経験も不足していますから、歌、そしてセリフ、演技、ダンス、ミュージカルには全てが必要なのに、私はどうしても歌のパートが始まると意識が歌に集中してしまって、そうしないと高まっていくコーラスの波に飲み込まれてしまいそうで、つい未熟ですね。自分をコントロールしてこその表現者なのにこんなことでは。そうですね、確かに私もコーラスの一部。少し見えてきた気がします。このミュージカルで私が目指すべき到達点。何も指示は出ていないようです。プロデューサー、私台本は丸ごと頭の中に、そうしないと流れがつかめなかったので。でも本当にいいんですか、こんな勝手なこと。後で問題には。わかりました、では声を調整してやれるだけやってみます。月影に祈るとき、いつでもこの歌を口ずさんでおられました。ですから私はこの歌を歌うと、もう一度あなたに、あの頃のあなたに会える気がするのです。これが私の愛の歌です。
私ついまるで役柄の少女にせき立てられるみたいに、これが演じるということでしょうか。諸君、今週も遅くまで大変だったね。さて、そろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。
よ。あ、そうだ、私疲れてないから事務所のお掃除しましょうか。Thank you.